波消しブロックの付近で寝転がったり海上をふかふか浮いたりするアザラシたち。稚内市の抜海漁港には冬を越すために北方から来遊したアザラシが集まっています。アザラシを一目見ようと漁港に訪れる人たちも。しかしアザラシによる漁業被害は深刻です。抜海漁港ではアザラシが網に入った秋鮭を食い荒らす被害が相次いでいます。行くたびには結構数やられてる。みんな被害出てるんでね。道によりますと宗谷地方のアザラシによる漁業被害額はおよそ5200万円に上るということです。